おはようございます、こんにちは、こんばんは、次郎です。今回は古書論格西尾漢字申す高市早苗です。1935年昭和10年生まれの西尾漢字氏が産経新聞のコラム正論、私が高市早苗氏を支持する理由との記事を寄せられていました。西尾漢字といえば有名な保守論格であり、氏の視点をご紹介するためこの紀行文の末尾を先にご紹介します。二階制民主主義統治下の世界全体のあらゆる政党政治の中においてみると、日本の自由民主党は決して保守ではない、ほとんど左翼政党と映る。日本のメディアは左翼一色である。高市氏が一般メディアの中で自分が右翼として扱われることに怒っていたが、怒るには及ばない。もし中道保守の高市氏を右翼というなら、世界地図に置くと公明党も立憲民主党も政党以前の極左集団と言われても不思議ではない。氏の保守論格としての視点がよく表れている言葉だと思います。保守論格にも様々な方々がおられて、私は桜井よし子さんのファンです。その桜井さんがなぜか桜ライブによく呼ばれている黒シャツの保守論格こと石橋氏は、高市早苗議員のことを汚れ仕事を経験したことのないアマチュア政治家だとこき下ろしていました。石橋氏など桜井よし子さんから見たら不良少年のようなもので、優しい眼差しで話を聞かれていました。そして昨日総裁選かへすった高市早苗候補特番で高市候補の応援に駆けつけられていました。もちろん桜井よし子さんが高市早苗さんを推していらっしゃいます。そんな高市早苗候補に素晴らしい保守論格の応援団がまた一人現れたのです。そんな西尾漢字氏の紀行文をご紹介します。私が高市早苗氏を支持する理由、評論家西尾漢字。自民党総裁選に出馬する高市早苗氏は次のように語っていた。日本を安全で力強い国にしたいという思いです。経済が相当弱ってきているのに、5年先10年先に必ず起こる事態に向けた取り組みが何一つ手つかずであることに相当な危機感を持っています。一刻の猶予もないと思っており、ものすごい焦りがあります。今着手しないと間に合いません。だから何が何でも立候補したいと思いました。国難の中日本を守れる人に、私の胸に真に突き刺さった言葉で共感の火花を散らした。21世紀の初頭には技術産業国家のうち2位を争う国であったのに、平成年間にずり落ち各国に追い抜かれた。ロボット王国のはずだったのに、今や AI ロボット分野で中国の後塵を拝している。世界的な半導体不足は日本のこの方面の復活のチャンスと聞いていたが、かつて円高誘導という米国の謀略で台湾と韓国にその主力は移った。実力はあっても今ではもう日本に戻りそうもない。毎年のように列島を襲う風水害の被害の大きさは、国土強靭化政策も唱えた安倍晋三内閣の公約違反であり、毎年同じ被害を繰り返す様は天災ではなく、すでに人災の趣がある。台湾情勢は戦争の近さを予感させる。尖閣諸島、沖縄県石垣市周辺の気楽ささを国民の目に隠したままではもう済まされない限界が来ている。少子化問題は民族国家日本の消滅を予示しているが、自民党の対策は常におざなりで本腰が入っていない。そもそも国会では民族の生死をかけた議論は何一つなされないし、論争一つ起こらない。あまりの能天気ぶりに自民党支持層の中から今度の選挙ではお灸を据えようという声さえ上がった。横浜市長選挙の自民党惨敗は間違いなくそのお灸だった。それでも総裁選挙となると飛び交う言葉はカエルの面に水だった。ただ一つ例外は高市氏の出現だ。氏の新刊書、美しく強く成長する国へ、ワックを見るがいい。用意周到な政策論調である。私が冒頭に挙げた日本人の今の怒りと焦りがにじみ出ている。当初はアマゾンの総合1位に駆け上った。目立たぬ努力に政治家の本領。高市氏は十分に勉強した上で日本を守る、未来を開くを自らのキャッチフレーズにした。
日本を守るは抽象論ではなく、領土、領海、領空を守ることだと何度も言った。世界各地域の戦争の仕方が変わってきたことを説明し、今の日本の法的手続きを早急に超党派で議論し、用意しておかないと、全てが間に合わなくなると言っている。従来のような憲法改正一本やりの観念論ではない。私は、高市氏と2回雑誌対談を行っている。私の勉強会、道の会で講話していただいたこともある。最初は10年以上前だが、その頃、すでに、北海道の土地が、外国人の手に渡っていることを憂慮し、これを阻止する議員立法に工夫を凝らしている話をされた。一昨年行われた2度目の対談では、安全保障土地法案、仮称が準備中であることを教えられた。国土が侵されることへの危機感に、市が一貫して情熱を燃やし続けておられる事実に感動した。人の気づかない目立たぬ努力に、政治家の本領は現れる。戦時徴用をめぐり、昭和34年時点の在日朝鮮人60万人余りと言われていたが、徴用令によって日本に来たのは245人に過ぎなかったことを、外務省の資料から証明し、政府答弁書に残したのは高市氏だった。大半が強制的に日本に連れてこられたなどという誤解を正し、影響のすこぶる大きい確認作業である。日本の政治の変更を危惧する。総裁選に出馬表明した岸田文雄氏は、9日、安定的な皇位継承策として女系天皇を認めるかを問われ、反対だ。今は、そういうことを言うべきではないと述べた。対抗馬と目される河野太郎氏が、過去に女系天皇の検討を主張しており、違いを鮮明にした読売新聞10日。一方、10日に出馬表明した河野氏は、政府有識者会議の女系天皇をためらいに配慮し、軌道修正した産経新聞11日。前言を堂々と翻して恥じない河野氏にも呆れるが、違いを鮮明にしたつもりの岸田氏も、風向き次第で態度を変えると宣言しているようなもので、両者、不節操を暴露し、外交、防衛、経済のどの政策も信用ならないことを、自らの態度で裏書きした。なぜなら、万世一系の天皇という国の大原則に、ふらふら、ぐらぐらしているのが一番いけない。議会制民主主義統治下の世界全体のあらゆる政党政治の中においてみると、日本の自由民主党は決して保守ではない。ほとんど左翼政党と映る。日本のメディアは左翼一色である。高市氏が一般メディアの中で自分が右翼として扱われることに怒っていたが、怒るには及ばない。もし、中道保守の高市氏を右翼というなら、世界地図に置くと、公明党も立憲民主党も政党以前の極左集団と言われても不思議ではない。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。雑多な動画を配信していますが、もしよければチャンネル登録してやってください。